ゴッホより普通にゴーヤンが好き。はい、ごきげんよう、ベルです。先日インフルエンザの予防接種に行ってきました。皆様もう受けられましたか？本日の投票カードポチッと押してみてください。インフルエンサーにはなりたいんですけれども、インフルエンザでゴッホゴッホは勘弁なので、本日の広く深くのネタ動画は美術館レビューです。今回紹介するのはもうわかりますね、こちらゴッホとゴーギャン展です。ゴッホといえばの自画像と黄色い家、ひまわりを連想させる周りの色が目を引きますね。開催期間は2016年10月8日から12月18日までです。場所は上野公園の東京都美術館企画展示室で、開室時間は9時半から17時半月曜定休です。チケットはこちら、ゴッホの描いたゴーギャンの椅子がデザインされています。1枚の価格は一般が1600円、大学生専門学校生が1300円、高校生が800円、65歳以上が1000円です。ゴッホとゴーギャンは超有名画家ですけれども、この2人に焦点を当てた展示というのは初めてだそうで、ストーリー性があってとても面白かったです。本展の内容はファン・ゴッホとゴーギャンの初期から晩年にわたる油彩画約50点を含む60点の展示です。有名な作品ばかりだったので、よくこんなにいろんなところからかき集められたなと感心しました。せっかくなのでこの2人の画家の特徴を比較しながら見ていきましょう。オランダ生まれのフィンセント・ファン・ゴッホ、パリ生まれのポール・ゴーギャン、2人は同時代の画家でポスト印象派に属します。ゴッホの作風はベタベタ厚塗り、うねうね渦巻き、黄色大好き、現実主義、生物画、人物画、風景画など現実にあるものを描いていきます。憧れの国を日本としておりまして、浮世絵の影響なんかも受けているんですよ。一方ゴーギャンの作風は塗り方平坦、カラーは大胆、創造、原始、神秘的、旅する画家なのでパリからタヒチまで飛んで、その頃の作品が傑作と言われていますね。ゴッホっていろんな逸話がありますけれども、その中の有名なエピソードの一つとして、生前に1枚しか絵が売れなかったというのがあります。実はこれゴーギャンも大差ないんですよ。彼の絵が売れ始めたのも死ぬ2年前から、だからどちらも不遇な画家人生を送ってきたということがわかります。以上を踏まえてパンフレット裏の作品をちょっと見てみてください。はい、私が挙げた特徴がなんとなくつかめたでしょうか。初期のゴッホの作品は意外と暗かったりして、そういうのもまた人生を追ってるようで新鮮でした。でもさ、そんな関係性だけでコンビにさせられるかって話なんですよ。実はこの2人一時期共同生活してました。すごくない？あのゴッホとゴーギャンが一つ屋根の下で共同生活を送ってたんですよ。もともとはゴーギャンが画家としての刺激を求め合うために共同生活を望んでいました。いろいろな画家にアプローチをするのですが、そこでまあいいよって言ったのがゴーギャンだったんですね。2人の共同生活が始まるわけですが、個性の強い2人ですよ。作風も全く違いますから、まあ合うわけがない。次第に揉めることが多くなり、最終的には精神に異常を期待したゴッホが自らの耳を切り落とすという、あの耳切り落とし事件を起こしてしまいます。その場にいたのがゴーギャンとなれば、これは密な関係ですよね。これによりゴッホは精神病院へ送られ、ゴーギャンとの共同生活はわずか2ヶ月で解消となります。という物語を腐女子が見ると BL になっちゃうんだな。ゴーギャンのことが好きすぎて熱烈なラブコールを送ったところ、なんと一緒に住むことができるようになった。ゴーギャンが来るまでの間、この黄色の部屋を自分の絵で埋め尽くしてお出迎えしようと思った。寝る間も惜しんで描いたけれど目標数に達しない。慌てた自分は耳を切り落としたくなった。それくらい異常にゴーギャンのことが好きだった。だから一緒に生活をしても相手に嫌がられることが自分の愛情表現になってしまう。いよいよ愛想を尽かされると分かった時には耳を切り落としてしまった。それがクリスマスの間近。こうして精神病棟に送られた今でもゴーギャンが来るんじゃないかってずっと待ち続けてるみたいな。それを意図してかどうかは分かりませんが、音声ガイドを担当するのはゴッホ役が小野大輔さん、ゴーギャン役が杉田智和さん、鈴宮春日の2人なんですよ。まあ、BL 腐女子っていうのは抜きにしても新しい層を取り込もうとしてるなと思いました。
私は借りたわけではないんですけれども、ゴッホとゴーギャンの手紙を引用しながらナビゲートしていくみたいなんですね。実際展示の合間合間にゴッホとゴーギャンの手紙の引用が印字されていましたので、劇的な物語性をうまく演出しています。そんなドラマを最も感じる作品が2点あるので紹介します。1つ目はゴッホの描くゴーギャンの椅子です。共同生活中に実際に使われていたゴーギャンの椅子でしょう。小説とろうそくが描かれていますが、これは全くの想像から絵を生み出すゴーギャンの象徴と言えますので、ある意味人物画ですよね。ゴッホのゴーギャンに対する思いが伺えました。またゴッホの特徴である厚塗りの質感がよく出ていましたので、ファイルや画集じゃわからない生の良さを感じることができます。2つ目はゴーギャンの肘掛け椅子のひまわりです。ひまわりといったらゴッホじゃないですか。それをゴーギャンが描いているんです。しかも晩年の作品なのでいる場所はタヒチですよ。にもかかわらずフランスからひまわりの種をわざわざ取り寄せて描いているんです。最終的に自ら命を絶ってしまったゴッホに対し、晩年にあたり何か思うところがあったのかなと思わせてこの作品で締める。やられたな。作品も構成も完璧だからこそちょっと気になる部分がありまして、それは照明が暗いんです。これは本当に仕方のないことなんですけれども、特にゴッホの使っていた絵の具が劣化しやすいようで、当てられるライトの明るさというのが決まってるらしいんですね。だからお土産ショップに行って同じ絵を見ると、あれこんなに鮮やかだったっけとなるわけです。本物を明るいところで見てみたいなという贅沢な欲望が湧いてしまいました。それでは最後に恒例のお土産発表です。まあだいぶバレてますけどね。今回購入したのはこちら。まずはお土産袋からですね。ファン・ゴッホ&ゴーギャンと書かれています。このリアリティ&イマジネーションというのは、リアリティがゴッホを指していて、イマジネーションはゴーギャンを指しています。一つ目はお決まりの A4 サイズのクリアファイルです。作品は紹介しましたね。表面がゴッホの描くゴーギャンの椅子、そして裏面がゴーギャンの描く肘掛け椅子のひまわり。スリーポケットになっているので、間に紙を挟むとこんな感じになります。次にお気に入り作品のポストカードです。こちらはゴッホの玉ねぎの皿のある生物です。先ほどの耳切り事件で病院に送られた後、病室で初めて描いた作品がこれなんだそうですよ。健康に関する本が置いてあったりと、その時のゴッホ自身を表す作品だと思います。まあおそらく病んでいるにもかかわらず、なんだか色使いが鮮やかでとても印象に残りました。そしてこちらがゴーギャンの川辺の女です。この木何の木、気になる木ということで、川辺の女よりも随分主張が激しいですよね。さすが想像から描くゴーギャンの世界観だと思いました。この色使いといい、現代アートにも通じるような気がしますよね。はい、購入したお土産は以上なのですが、中にはポムポムプリントのタイアップ商品なんかもあって可愛らしかったですよ。まあ元を知らないと何のことやら分かんないでしょうけどね。あとお土産購入で失敗したのは、都美術館って順路が迷路みたいになってるんですね。エスカレーター2回ぐらい挟むかな。だから戻って作品見たいっていうのが難しいということと、だいたいお土産ショップってそこだけならチケットなしで入れたりするんですね。でも都美の場合は違って、私荷物お財布も含めて全部ロッカーに入れちゃったんですよ。でお財布忘れちゃったもんだから、もう1回再入場手続きをして2回上がって戻るっていうのがすごく面倒だったので、これは気をつけた方がいいと思います。所要時間は2時間半ぐらいですね。平日の昼間でも混んでいる人気店です。音声ガイドなどを入れれば本当にドラマを見ているように進められるので、初心者の方にもおすすめします。それでは宣言通り、私の美術展の手帳をお見せして終わりにしましょう。ベルリンの壁チャンネルでは、新しいことを広く深くをモットーに様々なネタ動画を配信しております。本日のおすすめ動画は横のサムネイルをクリッククリック。コメント欄にて感想を受け付けております。まだの方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いしますね。それではまた明日、ごきげんよう。
より普通にゴッホが好き。